どうもポンポミフリです。メガネはね初めてさらしたと思うんですけど、普段家ではこんな感じですごい引きこもりをねしてるんですけどですね、今回は3分メイク、タイトルにもある通り3分メイクをねしようかなと思って、今回はちょっとメンズメイクだったら3分いけんじゃないかなって思ってチャレンジしてみたいと思います。でメンズメイクって、女性のね普通のメイクより多分簡単に済ませられると思うので、カラコンを装着3分の中でねしようと思います。はい、というわけでちょっとやっていこうと思います。どうぞ。はい、こんな感じでじゃあちょっと始めたいと思います。用意スタート。待って、カラコンはね、もう準備もしてあるし、あ、全然入らん。静かになるのも大事だから。やばいな、初めて使うカラコンだから目めっちゃ痛い。全然やばいぞ。今2分か。ちょっと待ってね。メイク道具はちょっとこの辺に用意してあります。なんか本当に焦るな、パッて始めちゃったから。やばい、カラコンが痛すぎるんだけど。目がさ赤すぎない？めっちゃ痛い。でも仕方ない、もうそこはやるって決めちゃったんだから。めっちゃ涙出てくるんだけど、もう仕方ないんですよ。これはね、目がどんだけ痛くても私はこの状況でやらなきゃいけない。ろれつが回らない。むしろ涙で保湿してるみたいなとこあるからね。やばいな。涙で全然伸びるんだけど、本当に泣いてる。もうカバン力も強かったからいけるはずなんだよ。でもさ、パンでパンでってかベースにめちゃめちゃ時間かかるな。絶対敗因カラコンだ。なんか敗因ってもう負けた気になってるけど、二重作ってない。もうダメじゃん。ベースしか割ってない。やば。伸ばせてないし。3分ってこんな早いんだ。なんかすごいね、みんな。なんか普通にみんな割と、なんだろう、アイメイクとかまでできてる感じしたんだけど。ちょっとこれはね、リベンジしたいな。ちょっとこのままじゃちょっと終われないし、何やってんだこいつってなっちゃうから。今から3分やってもって感じだから、半分の1分半。1分半足してやってみようかな。もうこれでもう終わり。もう何もしない。手は付け加えない。もうこれでもう終わり。はい、いきます。いきます。よし。眉毛。いけるぞ。もうこれはね、ハンデをもらったんだから仕方がない。何言ってんの？困惑してる。自分の言ってることがわからん。いけるぞ。眉毛余裕だからね。ちょっとこの距離の鏡やばいな。全然できない。いや眉毛結構時間かかるけど、ちょっとこの辺にしとこう。さあ、ちょっと、あ、何どれ、二重使ってないんだった。やばくない？ちょっとその目にくいってなった。二重使ってないのはまずい。あ、30秒しかないんだけど。待って。おい、急ぐっていう言葉知ってるのか。あと10秒。もうやばい。でも15秒で二重作れたってことすごい大発見。私15秒で二重作れるんだ。固め。
まあまあいいとしていいとして、あ、終わった。これ4分半もらったのにこれしかできなかった。まあ眉毛はねいいとしよう。あれ肌はまあ割とって感じ。まあ粉もね大体似てないし、まあいいとして、二重もなんかねこっちの二重できてないしねなんかアイシャドウも汚いし、ちょ次はねいつものカラコンでやろうと思う。絶対リベンジします。